はい、JL ガージュ TV 長井です。さあ、それでは私これからこれを運転しましてツインリンクモテギへ向かいます。はい、無事荷降ろし完了です。イベントに入ります。はい、かわいこちゃん発見、イエイ。くるみそらちゃん、イエイ。動画ですか？動画です。いきなり動画です、イエイ。なんかかわいい生物がおる、なんだろうと思ったらえらいかわいいな。くるみそらちゃんから登録してね。はい、登録してください、お願いします。あげますからの、はい、はい、これこれ、はい、美人ちゃんにどうぞ。白エビ、ビーバー、ビーバー。そうです、富山からお土産で持ってきたの。はい、いや、あのね、ここのね、ビーバーっていうマスコットと仲良しで、なんかいろいろ使ってるの、美味しいんで食べてください。イエーイ、ビーバー、ビビにあげたよ、イエーイ塩分補給で、はい、クルービーバー、イエーイ、どうもね。 RWB 色の匠より、いただきました、ありがとうございます。どうもね。はい、スポーツ走行ラフリズムちゃんで乗らせていただいております。でですね、スポーツ走行って割にね、結構みんな飛ばす。後ろにね、今ユジラクさんのマルキニの1973年製のマルキニ、あれです、あれがマルキニちゃんです。はい、今日はあれをトラックで乗っけてきました。イチラクさんとマルキニと今スポーツ走行を楽しんでます
1973年製のポルシェ。はい、すごいガンガン走れますね、すごいな。はい、ただやっぱちょっと乗り慣れてないんでね、ちょっとね、どこまで踏んでいいか分かんなかったんであれですけどね。はい、いやポルシェすごいですね。はい、じゃあ、ありがとうございます。今度はナローに乗っけさせてもらいました。1973年製、なんと僕よりも先輩です、この方。おじいちゃんっていうか、今も最高、絶好調ね。びっくりして、最初ちょっと踏むの怖くて恐る恐る乗ってて、でもさっき一楽さんリズムと一緒に走っとったなと思って。そうそう、いけるいける。踏んだら、うん、逆に踏んだ方が、うん、回るでしょ。回りました。だから多分踏んでないからかぶってる感じ。かぶってたんですね、きっと。なんかボトンボトンボトンみたいなエンジンだったんですよ。だから踏むとすげえ抜けて最高みたいな。それメカニカルポンプの良さで、はあはあはあ、もうやっぱ上がハーッて高くなってるぐらい、はい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 、ポンプがいい感じになって、そういうことか。踏んでから感じね。ですね、踏んだらすごい。昔のポルシェも今のポルシェも踏まないと。踏まれて踏まれて痛いな。ただのなんか、これを言っていいですか、なんか新しい伝説が生まれちゃったんですけど、はい、一楽さんが乗ってると問題なかったので、僕が乗ったらなんかちょっとトラブル発生、車が沈んでタイヤにフェンダーが当たるという、はい、だからだいたい体重、60キロまでかな。困ったな乗りたい人は痩せなんだ。はい、あのかっこよく乗れるようにまたお預かりしてる間にまたいろいろさせてもらえればと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。奈良のねポルシェデーなんで、すごいもうガーッとポルシェが止まってますね。見たことのあるやつから初めて見るやつですね。やっぱりね、自分が好きなのはこの RWB ですね。あとあそこにね、今日積んできましたけどね、一楽さんのナローもいます。お、出陣の時がやってまいりましたね。出発ですか。撮ってます。頑張ってください。ライブを撮ってたんですけれども、お話ししたかった清家さんをちょっとここで突撃で。清家さんです、ありがとうございます。アイドラーズクラブのボスです、ありがとうございます。僕ミニ乗ってたんで、ミニからのポルシェ来たんで、あのアイドラーズクラブはすごいなんかずっと勝手に親しみがあって、ミニも何台かありましたね。はい、ありました。すごい楽しくて、はい、お邪魔してたんですけど、いつもあのグリーティングでいい話をされるんで、あれ聞くだけでもあのお金払う価値だ。ありがとうございます。はい、もう本当にありがとうございます。13番です。
じゃあこれでレースも終わって残りはパレードランです。今日来ているポルシェが全部コースに出ます。ツインリンクもテミのオーバルコースにね並びますよ。はい、じゃあこれでねイベントが終わりそうなんですけども、これはいナローのポルシェ積んできたやつです。後ろがアルティメットガレージさんね、横浜の赤レンガの NS ラウンダー来てくれてました。はい、今日仲良くなりました。この茶色のね997ブラックゴールドもかっこいいですね。これも997ですね。はい、井上さんの白ブルーブラックブラック、これまたかっこいいね。はい、1号車964964、これも964、これが993ですね。はい、これが993ヘブルディですね。930930、ナローのポルシェですね。ベース何なんだろうな。はい、964ですね。あ、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いいたします。すごいピカピカ、飛び石一つないピカピカ、さすがです、ピカピカです。新井さんよろしくお願いします。新井さんです。はい、綺麗に仕上がってます。3日前に納車されたばっかり、傷一つないピカピカ、ご納車おめでとうございます。また後でお話させてください。はい、からの993のオープン、993ですね、これもね、これも993。はい、964964997930と並んでます。さあ、ちょっと片付けモードも入りながらね、はい、パレードランに向けてちょっとバタバタしてます。はい、パレードランの準備中です。はい、ラストパレードランはラフリズムちゃんで浮きます。格好変わっとるし、やべえ、かわいい。はい、でーす。パレードランも終わって、これからあと片付けですね。はい、着々と車の方は帰ってます。はい、ビジちゃんに踊ってもらいましたよ。はい、はい、本日の大発見はこんな可愛い子見つけた。はい、くるみそらちゃんで、可愛い、こんな可愛い動物俺見たことない。猫ちゃんかと思った。146センチ、わお、えらい可愛い。さっきね、あそこうちのトラックで踊ってくれたの。あ、やばい、逆光だけど可愛いぞ。はい、どうもありがとうございます。あらららら、ら一応どうもありがとうございました。バイバイ、お疲れでした。皆さんお疲れでーす。続々と帰ってきます。
はい、兄がお疲れでーす。終わりました。終わりました。ポルシェでイーボを預かりました。そう、これ覚えてる、あの黄色のニューマン、うん、ニューマンズポルシェのこの前のフェンダーのところ、はい、いただきました。名前入ってるやつ。大事に飾ります。ありがとうございます。はい、ただの今回はこの後またこのね、あのマルティニで全国をお願いします。ただ回します。ありがとうございます。じゃあ皆さん、またお疲れでーす。はい、ではまたお疲れでーす。バイビー。今日はですね、こんなお土産もいただいてしまいました。これあのミニカーなんですけど、なんとここに本物がいます。はい、仮面女子っていうねアイドルをね応援されてるオーナーさんなんですけどね、はい、まあ無事ね今日の業務も終わりました。まあ今日はね仕事のような私事だったんで、あっという間に切り過ぎちゃったんですけど、まあ、カターレのあのファン館から来たんで、ファンの集いかちょっとねお疲れのことだったんですけど、無事終わりました。さあそれでは富山へ帰りたいと思います。